おはようございます、どうもなんです。はい、本日はこちらの企画いってみましょう。コアラアワーズ2021、11月、しわすです、よろしくお願いします。はい、11月、お紹介しわすでした、ね、もうしわすも佳境に入ってまいりました。はい、年末皆さんいかがお過ごしでしょうか。少し遅くなってしまったんですけれども、コハロンアウォーズ2021、11月のこちらの作品を紹介していこうと思います。はい、今回ノミネート作品はいくつでしょうか。対象合わせて9つです。はい、わかりました。それでは早速一つ目の作品から見ていきましょう。はい、こちらです。焦った方がいいんじゃない。焦った方がいい。ああ、はい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 、こっちかな。草むら系入りましょう、また。いやどこが焦った方がいいのかな。いや、これはね、もうかなり体力、精神力ともに使い果たしたことを思い出されます。もう相当な煽り合いでした。いや、かなりすごい試合でしたかね、これは。あー、これ盛り上がりすぎちゃって、さあ、切り込んできて。あーららら、開いちゃったみたいだね。いやあ、いや、かなり点の取り合いだったんで、これは気持ちよく煽りましたね。エンバペのここ開いてますよ。さすがにこの煽りはベストイさんも黙ってしまいました。さすが、お互いの煽りがすごくてね。はい、もうぜひ見ていただきたい。ぜひ見て、ちょっとまたぜひね、この煽り合いはあのおじさんとやりたいです。はい、大変ありがとうございました。はい、それではコメント紹介です。まずは近松門左衛門さんから、メッさんとの秘話の6分30秒のシーン、同点ゴールをした後の煽りが即興とは思えないクオリティでした。おかしいでもこの動画の煽りはお互い神がかってましたということです。うん、やっぱ向こうの煽りもあってさらに上を行ってる感じでね、お互い高め合った、素晴らしい煽り合戦となりました。ありがとうございます。はい、はい、続いて真央さんから、あれだけ即興で面白い煽りを繰り出せる2人が本当に最高でしたということです。おじさん同士今後も煽り合っていきたいと思います。はい、続いてヨークシャーテリアさんから、お互いが最高峰の煽り合いをしていて見ていて笑顔になりましたということです。ありがとうございます。また何かしらで対戦したいと思います。はい、はい、それでは2つ目の作品を見ていきましょう。うん、これは、ゴミ捨て当番決めマリカ、ちょっとビークいくつかは分かりませんが、はい、何のシーンだこれは。当たれよお前、トゲぐらい。危ない。あいつが、あった、俺にも来てんだよ、デブ。おい、あやめて、あ何してんだよ。あれか、GZK さんの時か。いや、これは勝ちを確信したんですよ。結果俺も突っ込んでパックに食われちゃったから。はい、その後の彼のサンダー回でも完全にお通夜状態でした。はい、はい、完璧なタイミングでした。あれは、せっかく GZK 先生に来ていただいたり、結果を出せず申し訳ありません。まだ義足さん選手してたけど。はい、それではコメント読んでいきます。カリムベンゼマさんから、11月23日ゴミ出しマリカ義足への10分57秒からのシーン、タイマンという構造を壊しプロを呼んだにもかかわらず負け越すコアラさんは救いようがないくらいかなり厳しい状況でした。先日3択した際は夢かと思ってしまいましたということです。結局助けに来てもらった時に何の成果も得られませんでした。続いてカラオケ好きの学生さんから、最後のレースはデッドヒートでとても白熱しましたということです。いや、これはちょっともう勝ちを最後の方でいけると思ったんだけど、あいつが被弾した後に。いや、本当に申し訳ありません。続いてシンジさんから、 GZK さんがまさかの最終レースのゴール直前でコアロンを被弾させるという造反は腹筋崩壊レベルの面白さでしたということです。ありがとうございます。まあ結果でも俺はもうパックのに、ね、突っ込んでしまったんで、ほぼ私の責任です。はい、それでは続いての作品です。やっぱりを詰めるじゃん。あー、これね。はい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 、どこ、すぐ早めに置いて。はい、置いた。どこ置いた。ふざけんな。いや、残り2部隊での戦いで全然意味がわからん。その後この演技が薄すぎた。そうそう、終わってましたこれは。ちょっとテンパりすぎて、ナンパのあいつ勘違いに飛ばしてしまいました。ちょっと置く場所微妙だったか。意味が、さらにその後降り立った絵も本当最悪でした。
ジャンパーよりもきつい。まあそっちの方がきついかもしれません、それではコメント紹介していきます。バーさんから、11月10日とコアロンが7キリするまで終われないのエペ配信でした。ジャンパーのシーン P の後ろに置き、いきなり P が消えましたが、何度も笑わずにはいられないということです。本当にちょっと結局テンパってわけわかんない行動してしまったんで、冷静にプレイしていきたいと思います。はい、はい、続いてアッコさんから、 P の突然の失踪に驚くとともに、その時のコアロさんの真剣な眼差しが忘れられません。いや、最初自分で追い立ちに何が起こったのか自分でもよく分かっていませんでした。続いてイケイケさんから、コアラさんに投げつけられたジャンパッドでポンピーが直立したまま空に消えたし、笑いが止まりませんでしたということです。いや、もう少しせっかくね、オクタン使えてたんで、ジャンパッドの場所を考えればチャンピオンもあったかもしれません。それでは続いての作品です。萌ちゃんに来ていただきます。あ、はいはい、清水エスパルス戦の観戦動画だね。はいはい、萌ちゃんからの10万登録突破。おお、マジで。そのプレゼントです。10万人おめでとうと、これもらいました。これはあの家、店主から飾りしたいと思います。すごい。ちょっと家に飾ります。注目選手誰ですか？注目選手は、なんか家みたいになってます。いや、これは本当に大変申し訳ない。持ち方が自分でちょっと家みたいになってしまったんです。いや、本当に失礼な発言でした。大変申し訳ございません。本当嬉しいです。フォローありがとうございます。コメント紹介していきます。トマトさんから、11月3日のエスパルス戦での萌ちゃんからいただいた10万人記念のアルバムを家呼びするコアラさんのモラルなさは尊敬が値しますということです。いや、せっかく作ってくれたものを家呼ばれして大変申し訳ございませんでした。いやいいよ、はい、思ってません、はい、続いて11さんから、10万人記念で萌ちゃんからいただいたものを家と言っていたのはかなり怖かったですということです。周りにいたサポーターの方々もかなり引いていました。大変失礼いたしました。続いてにわっちさんから、萌さんの22、3歳の大失態について、アルバムの家の大失態はさすが2位だなと思いましたということです。ちょっと本当インタビューするたび失態がついておりますので、次こそ誠実にね、清らかにインタビューさせていただきます。本当に申し訳ありませんでした。近くにお父さんもいらっしゃいました。大変申し訳ございません。大変申し訳ございません。はい、失礼いたしました。それでは続いての作品です。広島の中で、おー、はい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 、お一人ずつぜひ行きたいと思います。久しぶりのアウェー観戦動画ですね。いや、これはかなり素晴らしい回答ですね。広島の中で好きな選手とかいるかな？いません。サンチキャラクターの、いやいや、本当にこうケチャ以来の大物が現れたなと。ありがとう。もうやっぱ世界記ちょっと統一気合がって、もしかしたら髪型はやっぱエンバペを意識してらっしゃるのかもしれません。はい、うん、いや、でも本当に皆さん、あの温かい素晴らしいご家族でした。インタビュー答えていただいてありがとうございました。はい、コメント読んでいきます。ヌクレオソームさんから、広島戦の観戦動画です。好きな選手がムバッペという世界基準の回答にはさすがにやられなっちゃうということです。うん、私もね、ちょっと一瞬、驚いてしまって反応できなかったんですけれども、いや、本当素晴らしい回答だったと思います。続いて、あーいえばおなゆうさんから、好きな選手を聞かれてムバッペと答えるお子さんのところで腹をよじれましたということです。その後の、広島に好きな選手はいないからのサンチュ君が好きという回答までも完璧でした。続いて TK さんから、好きな選手いるかなからのムバッペはさすがに笑いました。その後の広島の中では、いませんという流れまで面白かったですということです。いや、本当に素晴らしい回答、お皆さん温かい家族でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは続いての作品です。さあ、ブリリアントダイヤポケモンの2回目の配信。ああ、はい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 、トリンドルね、これ。いや、かなりトリンドル捕まえるので、これ時間がかかりました。あれ、いや、死亡。そう、竹尾もやられて、はぁ、ボールを投げまくるんですが、なかなか捕まえられません。自己再生したらぶち切れる。おい、麻生くんも一発でやられ、はっ、え、なんで、え、なにこいつ、マジで。そしてユアも倒れました。石破さん行け。おい、いや、これはかなり苦労したな。一粒手もやられてしまいます。目の前が真っ暗になった。
野生のポケモンを捕まえるためになんとパーティーが全滅してしまいました。まあなんと失礼しました。さあコメント読みましょう。トミー長門さんから、ポケモンでの野生トリンドル相手のロキタテもいいですね。思考停止ボタン連打が悪い方向に働く一例ということです。いやでもこの時やっぱ削ってからボール投げるとかもやってたんですけど、やっぱ向こう自己再生もあってね、気づいたらパーティーのが全滅しました。続いて三角定規ボットさんから、麻生くんと岩が水の波動で瞬殺されたところにはかなり笑いましたということです。いやまさかね一発でやられるとは思ってなかったんで、本当にパーティーには負担をかけてしまいました。続いて生粋のシティズンさんから、あんなショッキングなことがあったにもかかわらず今もポケモン続けているコアラさんの成長を感じましたということです。うん、最近はね勝ったりもしてるんで非常に調子いいです。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、それでは続いてさっき見ていきましょう。さあ一発目何かギャラドスか。なるほどね、はいはい、あーこの戦いね、ギャラドスに対してアブソルを出していく。はい、うん、ここはもうね対策としてね、よーし10万ボルトね、あのトバリシティのデパートで準備してたんで、この辺入れ字を感じました。はいはい、入れ字って言い方やめろ。いや、うちはみんなそう。はい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 。いや、その力をもらいました、皆さんの。一応お借りしました。入れ字って言い方やめろ。よし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 。これはかなり気持ちいいバトルとなりました。圧倒的です。ポッピーとの差は歴在地形。いやあ、ウソの気持ちよかったね。ナイストバリー、はい、さあコメント紹介です。川本さんから、アブリルのサンタデかな、ギャラドス出てきた時はニヤニヤと迷ってる演技が良かったということです。まあちょっと15ボルト入れたらちょっと心ならそわそわしてたんですけど、一応迷ってる演技させていただきました。続いてなっちゃん EX さんから、アブリルの10万ボルトは見てる方もしびれました。あの時のコアラの団結力がすごかった。ありがとうございます。いや本当に皆さんの知恵のおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてラーメンマンさんから、コアラさんが10万ボルトを出すときしらしらしく悩んでふりをしていたのが最高に腹立たしかったですということです。うん、もう出てきた瞬間からのギャラさ10万ボルトを出すことは決まっていました。一応演技させていただきました。ありがとうございます。はい、それでは続いての作品こちらです。さあチャンスよ。あーはいはいはい、じゃあ最終予選ね。そうか、11月だから、はい、ナイス言うた。いや、うん、いやいや、もうお前最初から倒しに行ってるけどね。いや、それが嬉しかったもん。いや、まあ認めまあまあ確かにね、かなり苦しんだ試合だったから。はい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 、日本。さあコメント紹介です。レバイルンさんから、日本対オマーンでのプロレスシーンですね。大男と赤ちゃんのプロレスが予想もつかない展開で激アツで興奮しましたということです。あ、ちょっとのしかかられてかなりきつかったです。はい、はい、続いてバムコロハンさんから、コアラさんが安定のフィジカルだったのはそうということです。いや、ちょっと急に押されたんで私も倒れてしまいました。続いて幹事長さんから、伊藤選手のゴール後に突如始まるプロレスのシーンです。192センチ男コロハンさんが一人のスキンヘッドのところに抑え込まれる姿は私たちに非常に大きな影響を与えてくれましたということです。いや本当にね、かぶり物のところにいきなり押し倒されてかなりひどい怖いになっていたと思います。失礼しました。まあやっぱフィジカル弱さ、うん、まあまあね、あの筋トレのできなさも見るとね、はい、うん、感じますね。ゴミです。はい、はい、それではいよいよラスト、コアロンアウォーズ2021 11月編の大賞の発表です。生まれたかいや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 、俺大将か。また思い出させるけどね、東京ファンにこの動画によって。いや、ほとぼりが冷めてきてたけど、いや、もう東京ファン煽ってる人来てたからたくさん。これはね、さすがに東京の選手の方もかなりお怒りだったんで、すいません、思ってねえだろ、どう考えて。見たらわかるけど、俺は誕生日のこと言って。いや、聞いたことないけどね、そんな中途半端なカウントダウンは誕生日の。はい、うん、これはちょっとさすがに翌日、翌々日かな、かなり、きつかったです、東京ファンとしては。
この煽りは、はい、はい、いやもうしかもこの煽りを真似するような視聴者の人が出てきてますんでかなり厳しい状況です。はいはい、はい、まずは、コメント紹介していきます。カービンさんから、オンピーの貼った煽りですね、それに気づいて必死になってる2位も最高ですし、実際の試合観戦の時のスコア予想でもいじられているのは最高でしたということで、いや本当に、これがこれ以上広まらないことを祈ります。はい、本当に一度ねチャンネルから不届き者を出してしまい失礼しました。たけしさんです。シーズン終了前が良かったんじゃない。どういう意味ですか。減るから。減るからってどういうことよ。そのもっとでかいことが起こったみたいな。シーズンに入ったから、はい、続いてケンゴさんから、アキラが切れて P を向いた時の P のやべえってのは最高ですよ。やべえもクソもないけどね、これだけやっといて、やっちゃったみたいな表情がより腹立たしいです。なんか気づかれたかみたいなこんだけ気づくようにやってて、いや違う違うとかじゃなくて、はい、はい、ちょっとタマさんも確認お願いします。こちらはなんで、はい、続いてみたらしサーモさんから、アキラの切れ方といい、ポンちゃんの無理やりの言い訳といい、全てが最高でしたということです。いや本当にこの誕生日の、カウントダウンっていうのは全く意味がわからない言い訳でした。いやうんうんとかじゃなくて、はい、いやだから、いいってもうやれやれない、今もういい。マジ、なになに、なな、いやだからあと7ヶ月だから、よっ、オッケーオッケー。なに、どういう意味の7かなと思って。いや誕生日だから、いいんじゃないですかそれは。はい、はい、以上でコアロンアワーズ20211月編の紹介でした。まずは11月編に関しまして皆さん、たくさんのコメントありがとうございました。ありがとうございました。さあ次回はですね、いよいよコアロンアワーズ2021の年間大賞の動画になります。はい、そこで皆さんに告知です。はい、コアロンアワーズ2021の部門につきまして、皆さんからの意見を集めたいと思います。はい、こちらの動画のコメント欄で扱ってほしい部門をどしどしと書いていただければと思います。皆さんからいただいたコメントをもとにコアロンアワーズ2021作っていきたいと思います。はい、動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。お世話になりました。この動画いいと思ったら高評価お願いします。